んにちは、Pです。メタルスラックアウェイクニングです。はい、見てください。私ね、レイラになってます。はい、タプラ探してね、やっと出ました。ヒーロー探しは、私ね、一番最初に取れば、これ36回ですね。はい、運がないです。で、今回のレイラは、そこからさらに40回。ほんとね、がっかりするぐらい運がないよね。はい。で、一番最初に欲しかったのは、この右の子ですね。はい、スカーレットが欲しかったんですが、スカーレットは、確かスナイパーとかが得意なのかな？はい。だからね、最近はレイラの子が欲しくて欲しくて仕方なかったのね。はい、やっと出ました。トレバーもね、初めちょっと、男の子って思ったんだけど、トレバー、近接で、ね、すごく強くてお気に入りです。はい、今回はね、はい、レイラが出ました。はい、装備はね、この赤いのガードリンクを、アリーナショップで2万ポイントかな貯めて交換しました。はい、ガードリンク欲しかったんですね。でちょうどね、今日2万ポイント貯まって、ガトリングが取れた後に、レイラがね、引けたんですね。はい。まあもちろんね、もう1ランク、もう2ランクぐらいね、強いガトリングがあるんですけど、はい。私は嬉しくて、いいです。十分です。でね、スキル。はい。タコブラスター。これね、なんかちっちゃい紫のがいっぱいついてくる。だよね。はい。攻撃力 20% のダメージを5回与え、まず周囲の風爆弾を引き寄せて爆発させ、攻撃 40% のダメージを与える。これね、くっついてきて楽しいよね。はい。で、もう一個が、超膨れ風魚雷。はい。これも威力ありますよね。これ、目標にぶつけると攻撃力300のダメージ。かつ、生じた爆発で攻撃力 100%、1000% だね、のダメージを与える。いいですよね。嬉しい。もうね、朝からね、来てテンション高いんですね。はい。でもね、ボアがね、今、もう、何時間かな？ 2 時間近くかな？共同作戦、思ってるんだけど、なかなか出ない。ね、ボアが、だいぶ、ね、偏った取り方しちゃったのかな、私。今は、ドラゴンの助のクワが2箇所。で、防御武士。で、4セットでもいいかなと思ってるんですね、こちらはね。ただ、まだ2個しか取れない。しかも1つがね、ダイヤが1個しかついてないです。それと、はい。これね、弱滅って読むんですね。弱滅のクワ。こちらは、2セットで会心ダメージと、はい、4秒ごとに次の射撃ダメージプラス 100%。だから、こちらを2個にして、ドラゴンの助を4個でもいいかなと思ってるんですけどね。今は、はい、弱滅が4個。ドラゴンの、はい、助が2個ですね。ここだけね、ちょっと、ダイヤが1個だからね。はい、戦力がね、だいぶ下がっちゃってます。はい。これ、強化？はい。前にね、パイじゃなくて、トレバーをメインの時は、6万1000超えてたと思うんですね、戦力が。あ、今ね、5万7000ぐらいになっちゃいました。はい。でもね、嬉しくてね、ずっとやってた。いやね、ちょっと実践的に対して強くないんですけど、コア集め。間違えした、ごめん。コア集めで行ってみまーす。ん？どこ？けどね、まあ、どれでも入手できるんだけど、まあ、もちろんハードの方が確率高いのと、ね、どこだったかな。もうこの辺から入手できるよね、ドラゴンの助。と、こちらがね、ジャックメットかな。はい。なので、私、ここに行ってますね。違った。あれ、どこ行っちゃった？あ、これ、こう。はい。このドラゴンの助を倒しながらね、はい、入手してます。で、選択も、弱滅と
ドラゴンの助。はい。あ、で、クビックシェイが選んであるんだね。はい。こっち、どこにしよっか。ん？なんだこれ。あ、はい。オッケー。これもね、ちょっとずつ強くなるんでしょうね、きっとね。あまり実感ないけど。ではね。うん。ドラゴンのすけ見る。いろんなね、職もやってみたいんだけど、うん。ずっと、いいペースばっかりだね。あ、ヒーローもね、何回かやったことある。タンクもやってみたいよね。なんだ、みんなクールサバーだね。私、アプリ版ユーザーになっちゃってる。PC 版も、でも持ってるよ。見て見て、ほら、なんか、タコだな、これ。なんかくっついた、全部紫の。もうね、これ楽しいの、この、ガトリンだっけ。なんか見てね、タコ、タコかな。うん、僕もくっついて、4個かいる。はい。X か、ん？ X がタコだな。あのタコはね、何もしなくてもくっついてくるね。どん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 増えてくる。ああ、あぶないあぶないあぶない。もうね、本命さっきの本命って言った気がする。だからね、トレバーで近接でね、ドキドキしながらね、うん、なんだろう。アドレナリン、だからっていうのかな？もうね、ガツガツいくのもすごく楽しいんだけど、これはね、ほんと後ろの方からね、打ってられるとすごくね、安心感。いいよ。もうずっと打ってる。あ、デバイが溜まったね。もう一匹釣りの人は使おうかな？ん？あれ？え？どうだったかな？そろそろ？これね。来た。これのワイ。ワイボタンで、うん、魚雷だね、副魚雷。を使った。あと、1000のダメージだったかな？うん？そうだね、1000だね。アルビーボタン。すごいね。でもね、このマルチっていうのかな、共同作戦で、ね、いっぱいいろんな人の武器とか、まあ、キャラとか仲間とか見るけど、ほんと強い武器持ってる人いますよね。あれ、どうに当たるの？いいんだけ？うん、まあ、ね、もちろん課金して、いけるんだと思うんだけど、2段階っていうのあるもんね。欲しいとか思っちゃう。しかもかっこいいしね。これなんかね、ほんとアリーナコインでね、交換だからね、誰でも入手できると思うんですね。あ、あ、やっちゃってるし。何言うかな、今。今ね、今日、往復で踏む魚雷を撃ちました。色の可愛いよね。当たってるし。今ね、タコ。タコを使った後にこの上に出てくるやろ。あれもタコ、あれがタコなの？あれもタコに来るよくないんだけど、タコなのかな？あれ？ちょっと待って。あ、すごいね。この二人が。そう、消えてた。あ、あとね、これこれ。何？これちっちゃい車。待ってね、ポイントがね、ポイント。
っていうのかな、うん、ゲラが溜まって練乳してきたよ。いや、何かわからないんだけど強いんですかね。ちょっと見た目が可愛いよね。待って待って、やばくない？何落ちちゃったの？やばい、やばい、おばくなじゃないや。名前中華の箱箱をブラスター。ん、あ、なんだ当たってる。うん、あのオレンジの丸はタンクさんがね使ってくれてるんだよね。これこれ、うん、ブラスター勝てたみたい。かわいいでしょこれ、かわいいんだよ。うん、ちょっとね、どうか、あ、ちょっと待って、A押して、あうん、弱滅は2が出たけどね。他は1だね。あれ、MVP 取るのありがとうございます。まだね、よくわかってないんですけど。だって、いやーね、レイラほんとかわいい。はい。ヒーロー、宝探しで入手できたレイラでした。はい。次はね、武器、もう1段階くらいかな？良い。うん、武器入手できたらなと思ってます。まあ、その前にね、コア集めて、ガトリングをね、もうちょっと慣れないとなと思ってます。はい。うん、このゲーム本当楽しいですよね。はい。はい。今回は、ヒーロー宝探しでレイラ入手できましたという動画でした。はい。じゃあまたです。バイバイ。